31日の木曜日で、どうしてもね、あのダブ全然違う、これが分かんないんだよね。まあね、早く落ちちゃうので、まあ、そのぐはい、じゃあ今日は3月の21日の木曜日で、まあ天気はいいんですけれども、まだ風がちょっと強いという状況になっております。で、今見ていただいている部分、まあ、こちらバケツが3種類ですね。10リッターのバケツ、4.6リッターのバケツ、8リッターのバケツということで、まあ、バケツが置いてあります。で、今回はね、こちらこれをねリセットしようと思います。まず前の時にですね、まあ、爆食くんを抜いて、それから 10g のミジンコを入れて、まあ、3日ほど経ちました。まあ、これもね結構増えてるかなというような気がするんですけれども、まあ、さてどのぐらい増えてるか、まあ、この辺をねちょっと合わせて見ていきたいと思います。そして30リッターの方ですね、まあ、30リッターの方は今現状こんな感じで、まあ、こちらもこんな感じと、まあ、リセットしていいタイミングなんですが、まあ、ちょっとね明日やろうかなというふうには思っております。で、10リッターのバケツの方をリセットして、まあ、これはね前回の、まあ、10リッターの容器のですね、そこのミジンコが入っているだけなので、まあ、こちらの方とかもどけていきたいと思っております。まあ、こいつもちょっとどけようかなと、場所がないので、ここにですね20リッターの容器と10リッターの容器を置いて、まあ、ちょっとね増え方を見ていきたいかなと思いますので、まあ、一旦ここのバケツ3つともなくしたいかなというふうに思います。結構ねミジンコが赤いと思うんですよね。まあ、やはりエアレーションがないとどうしてもかなり赤くなりますので、まあ、リセットのタイミング、まあ、そこだけね気をつけていただければいいかなと思います。じゃあちょっとですね、まあ培養液の方はまだこんな色なんですけれども、まあ果たしてどうなのかなとか、ほらなかなかいい感じじゃないですか。結構いますよ。まあ、20はいるな、倍以上いるな。これ前回の10リッターのバケツで 36.5 でしたね。 10g が 36.5、 あでもかなりね赤いのは確かで、ね、さあ19、20だね、20ちょっと倍には増えましたね。うん、すごい赤い。20、22.5、結構増えましたね。でもということは酸欠ってことですね。これはもう間違いない。22.5、23、まあ 2.3 倍ぐらいには増えました。結構増えましたね。で、10リッターのバケツでやって 36.5 だったので、まあ、あれで 3.6 倍、まあ、こっちで 2.3 倍というような感じですよね。だから培養液と、まあ、PSB、まあ、PSB もうちのオリジナルになりますので、まあ、ちょっとね若干中身が違っておりますので、まあ、うちの培養液、オリジナルの培養液とオリジナルの PSB、まあ、それを、まあ、10リッターに対して、まあ、分量としては同じ、まあ、3リッターの PSB が1リッターで、あと水を入れて、まあ、水温は一定で、まあ、24時間光を当てていたっていう状況で、まあ、大体このぐらいというような感じ。ただね、すごく赤いっていうのは、まあ、これ見ればわかりますよね。だからまあ、ちょっと酸欠になっている。なんかまあ、タイミングを逃すと一気に落ちてしまうので、まあ、タイミングだけは逃さないようにしていただくのは非常に大事になるのかなと。まあ、ただこれぐらいは増えます。だから2倍ぐらいは、まあ、爆食くんなしだと2倍ぐらいは狙えるかなと。で、爆食くんだとまあ3倍、まあ、マックスいくと4倍ぐらい狙えるというような状況なので、まあ、ちょっとね、このあたり考えられている方は、まあ、1回この培養液、まあ、プラス PSB、まあ、ここのところで、まあ、1回ね、ちょっと試していただいて、で、それでね、まあ、増えていくようだったら、まあ、爆食くんをね、ぜひ使っていただくといいかなと思います。まあ、このぐらい、
本当に増えるっていうことなんですよ。だから今までね、増えるのに苦労されてた方っていうのは、まあ一度お試しいただくといいかなと。まあ期待通り、まあ2倍増えてくれたので、まあこれはね、非常に良かったかなというふうに思います。で、残りの方はですね、分量として、まあ日数とかも経ってないので、まあ測ってもしょうがないかなというふうな気はします。まあこれがですね、まあ昨日、前回ですね、前回変えた、まあ10リッターの容器の余りですね。そこの部分のやつなんで、まあ、色はこんな感じになっております。ほら、こんな感じにね、汚くなるんだよね。白いね、もやがかかったみたいになるんで。まあ通常はね、だいたいね、こんな感じになります。だから爆色ミニも、排出されない分だけ、どうしてもこういう感じにはなりやすいですね。だからミジンコの量がね、多すぎると、まあ一気に調子が悪くなるっていうのが、まあおそらく、まあはっきりしてんじゃないかなと。ほら、すごい汚い。たくさんいるように見えるけど、これね、汚いのがすごいあるんで。こういう感じに、ね、なることの方が多い。多分ね、これはね、ミジンコの量がね、多すぎた。だからかなりね、落ちて汚い状況に多分なってると。だから実際のミジンコはね、かなり少ない。だからそう考えると、これはね、すごく、すごい赤いけどね。まあこれは本当に綺麗にできてたかなと思います。だからまあどういう状況でもまあ水量分ぐらい入れてあげるとバランスがいいかもしれないですね。だから10リッターのバケツだったら 10g、20リッターなら 20g とか、5リッターなら 5g とか、まあ、2リッターなら 2g、まあ、1リッターなら 1g ぐらい。まあ、大体ミジンコのスタートの量としてはそのぐらいを目安にしてあげるとまあ大体の目安は取りやすいのかもしれないですね。だいぶ下に沈んでったんだけど、上に浮いてるのなんかも完全に、まあこれは脱皮柄とかね、多分その辺がちょっと白く浮いてるんで、状況としてはあんまり良くないね。下にすごい汚いのが落ちてる。これをね、取り出すのはね、ちょっと難しいんで。で、これはね、2日経った状態ですね。2日なので、まだね、緑は濃いかなと。これは8リッターのバケツなので、まあ 8g、ミジンコが入ってるかな。今実際どうなってるのか。まあかなりね、まだ全然緑なんですけどね。ほら。これで見るとね、綺麗そうに見えるんだけどね、実際に見るとね、だいぶ汚い。ミニでやった時もね、結構こういう状況になってたんですよね。だからやっぱりどうしてもそのなんだろう、汚れが汚いのが残っちゃうのが問題なのかな。なんかそんな気も。あと水が回らないのでどうしてもね、臭くなってくる。水がね、すごい匂ってくるんで、それはだいぶ問題かな。だから本当に、まあ3日ないし4日。だからさっきの10リッターのバケツに関しては3日なんですよね。だから3日で非常に良かったんで、じゃああれが明日になったらもっと増えてるかっていうと、まあそれはちょっと疑問があるかなっていう気がしますよね。これはあんまり増えてないかな。これ 8g だったんですよね。まあ2日なんでね、ちょっと、まあ数字的な部分では対象外ではありますが、だいぶ取れたけど、まあこれでもまだちょっと、これは全然だね。ほら、減ってる。これがわかんないんだよね。
やっぱりね、こうなると増えないっていう状況ですね。これはもう間違いないと思う。だから10リッターのバケツがね、非常にうまくいったっていう状況ですよね。ただそのうまくいき具合がね、すごく難しいというかね、ちょっと虫がいるんだけど、こんな感じだいぶね綺麗にはしたんだけど、それでもまだちょっと汚いのがある。これがまあ8リッターのバケツでスタートして、まあだいたい5グラム、8グラムが5グラムになったような状況です。だから見るともう圧倒的にこれがすごく増えた。だからなぜこれがこんなに増えたのかというところは、まあ培養液とすごく調子が良かったっていうところですよね。 だけど次の日のやつはこんな感じで、じゃあ増えてるのかっていうと、まあ2日経って減ってますので、まあ3日経ってじゃあここから増えるかっていうと、まあちょっとそれは怪しいですよね。でこれがまあたくさん入れすぎると、まあこんな感じにちょっと白くモヤモヤってなってしまうと。この辺がすごく普通にやるとね、難しいところなのかなと思います。だからまあ爆食使ってもらうと、まあ比較的まあ安定をさせやすいかなという状況はありますので、まあね、一回ちょっとこうやって、まあ、単独でやってみてうまくいきそうだったら、まあ、ちょっとね爆食考えていただいてもいいかなと思います。でこの後ですね、まあ、10リッターの容器と20リッターの容器、まあこれちょっとね2つやっていこうかなというふうに思いますので、またねセットをしたいかなと思います。はい、では今ここ 10g、 まあこれで20だね、コンマ5多いか多くないかっていうところですが、まあ20と10なのでこれをですねちょっとセットしたいと思います。でこっち20をちょっとね、あの仮なので調整とかは一切やってないので、あと PSB を結構入れたので、まあ、その分だけねちょっとね最初の段階からこうやってポタポタ垂れております。こっちが20リッターの容器、本当はねもうちょっと長くなきゃいけないね、これね。ちょっと短いので、ここが短いとかなり排水されるのがね早くにしちゃうので、まあ、その分だけかなり抜けてっちゃうかなと。だからまあ減ってたら、まあ足していくようにします。で、こっちが10リッター。まあこっちの方はね、ちょっと長いかなと思うんで、まあここはもう少し短くしようかなと思いますが、まあとりあえずこの状態から、まあスタートをしていって、まあおよそ3日ですね。まあ色の変わり具合っていうのを見て、およそ3日後に、まあどんな感じになるのかを見ていきたいと思います。まあ前回ね、非常によく増えて 40g 以上取れましたよね。だからまあ4倍を超える量まで行きました。 10g がまあ 40g 以上行き、まあこっちが20リッターなので、まあそれで行くと、まあできれば 60g かが 80g ぐらい、まあそのぐらいまで増えてくれるとまあ大成功にはなるんですが、まあできれば 50g はね行きたいかなと。 50g だと 2.5 倍なので、まあそのぐらいはとりあえず行ってほしいかなというような気がします。まあこの2台をねちょっと何回か回してみて、まあ増え具合っていうのをね、まあここで見ていきたいと思います。まあこれでね調子が良ければ、またこのあたりっていうのもね、また販売の方っていうのをしていきたいと思いますし、まだね容器ちょっとありますので、またそのあたりというのは30リッターの今やってる容器の方をリセットした後にやっていきたいと思いますので、またね続けてみていただければと思います。まあね結構ですね、まあ増えるっていう部分では、まあ培養液もかなり大きい部分はありますが、まあ PSB もね結構大きな部分がありますので、まあ、よかったらね、まあそのあたりセットで、まあこうやってやっていただくといいかなと。だからねどうしても培養液とか、例えばクロレラとかね、まあそれだけでも足りない部分はね結構多くありますので、まあ実際のところそこの部分を補うのは PSB が結構補ってくれますので、まあね PSB を入れるっていうこともね検討していただくといいと思います。で PSB を入れるとどうしても泡立ちますので、まあそこのところ、まあ排水っていう機能がないとうまく働きませんので、まあそこら辺はね考えてやっていただければいいかなと思います。